ボリス・アクーニンは、ロシアの小説家、日本文学研究者、文芸評論家。本名は、グリゴリチ・ハルティシビリ。ペンネームのアクーニンは日本語の悪人と無政府主義者、バクーニンの名をかけたもの。現状ジ,ジアのゼスタポに生まれ、モスクワ大学アジアアアフリカ諸国大学で、日本研究を専攻。卒業後、文芸雑誌、外国文学編集部に勤める傍ら、 三島由紀夫、島田雅彦、田和田洋子ら、現代日本文学のロシア語翻訳を手掛ける。1998年から悪人の筆明で、作家活動を始める。エラスト・ファンドーリンの冒険シリーズは、ロシア版、シャーロック・ホームズとも呼ばれて、ベストセラーとなった。天画な文体と手に汗握る、ストーリー展開で、それまで、低俗なジャンルと考えられていた。 探偵小説に新風を吹き込んだ。シリーズ7作目、体感式では2000年度、アンチ・ブッカー賞を受賞。文芸誌ズナーミアに発表した、論文、ロシア文学における、日本人像で同志の評論賞を受賞。1999年に上司した、研究書、自殺の文学史は、日本をはじめ古今東西の作家の自殺を縦横に論じているが、 14歳の時に三島のカップクジ雑に衝撃を受けた原体験が動機の一つになっているという。2005年になってからは全てのジャンルを網羅する小説シリーズジャンル構想に意欲的で SF、児童文学などを発表し始めている。また、墓地の物語は世界6ヶ所の墓地を題材にエッセイと小説を組み合わせた得意な作品集である。 悪人として人気作家となってからは日本文学の翻訳紹介の仕事からは遠ざかっているが2005年には丸山賢治短編集のロシア語訳を役者千春千ちしびり名義で刊行。また国際交流基金による現代日本文学ロシア語訳出版プロジェクトの監修役を沼野光義と共に現在も務めている。2007年第16回。 野間文芸翻訳賞受賞。同賞では、ソ連時代タブーとされ発行禁止を受けていた、三島幸夫の作品を逆風に関わらず翻訳した、業績が高く評価された。これまでに何回か来日の経験があり、1999年11月には、東京外国語大学主催の国際シンポジウム、言語の21世紀を等に、報告者として参加。その報告、 帝国の市民から世界の市民へはラコのみ谷川道子編教会の言語に収められている。2001年11月には国際シンポジウム日露作家会議にペレービン、トルスタヤラと共に参加会議のロシア側の中心的な役割を果たした。新潮をはじめとする日本の文芸史にもこれまでたびたび文章を寄稿している。プーチン政権による 強権支配やウクライナへの介入に怒りが込み上げるだけになり、2014年にロシアを離れてロンドンなど西欧に滞在するようになった。ロシアで繰り返されてきた自由化の試みと挫折についての歴史書も執筆している。ファンドーリンの捜査ファイル。ありがとうございます。